めんつゆで簡単キャベツ納豆。まあ基本的な味付けはめんつゆと、あと納豆のタレを使って簡単にもう一品作っていきます。ここに小麦粉とか出汁が入ればもんじゃなのかはわかりませんが、適当にキャベツを好きな量を出してあげてください。そしたらここにまた好きな量の納豆を入れていきます。めちゃくちゃネバネバしてて下の部分が取れなかったのでスプーンですくいました。ここに納豆に付属してるタレとからしを入れてあげてください。こんな風にね、からしもチュッと。このからしが目とかに入っちゃうとめちゃくちゃ痛いので、絶対目に入らないように気をつけてください。そしたらだいぶ前ではないけど、3日ぐらい前に作ったわさびマヨネーズをこの中に入れてください。なかったらマヨネーズだけで大丈夫です。だいたい大さじ1ぐらい。さあここにめんつゆをだいたい小さじ2入れます。そして粘り気が出るまで混ぜ合わせれば完成です。だいぶ早く手っ取り早くできるので、もう一品一応作っとこうかなとか、やばい急に友達が来ることになった、おかずを作んなきゃいけないっていう時とかによかったら作ってみてください。全体がしんなりしてきたら、ちょっと深めのお皿にこれをザーッと入れた理由だけで、もう立派な一品の完成です。手抜きだけどまあまあ美味しいですし、ご飯にかけて食べるのも美味しいんですよね。なんとか丼がすぐ作れる感じかな。この料理こうやって食べると美味しいよっていうアレンジとかがあったらコメントで教えてください。じゃあまたね。高評価とチャンネル登録お願いします。バイバイ。